高松のその優勝があってですけども、やっぱりヤンググランプリからすごく充実している。まあ充実、結果見たらそうですね、はい、うん、でレース内容もすごく、まあそうですね、レースいい内容で勝ててるし、まあ2つともいいですね、うん、で一番その意識されてるのはその感性で走るっていう、はい、レースにその無理やりこう決めたりせずにっていうことなんですか。そうですね、作戦って言っても全然わからないんで、決めてもこの通りいかないし、うん、まあイメージだけして、まあ、レースするって感じですね、はい、でそれがすごく自然に対応できてるって感じですか。そうですね、ちゃんと感性がちょっと研ぎ澄まされたかなと、まあ、スピード感とか、はい、一つで、あとは、まあ、ヤンググランプの優勝と高松記念でこう G3 の優勝と、はい、まあ、一つ一つこうステップ踏んで G1 に対してっていう思いはどうですか。まあ、でもまだまだちょっとスケールが大きいね、 G1 は、まあ、うん、今は一つ一つ積み重ねていって、まあ、取れればいつか、はい、うん、競輪さんその決勝でもやっぱりまだ、まあ、ワッキー強かったですけど、その感じるものはまだ、まあ、そうですね、あの上を、うん、まあ、やっぱこう、まあ、勝負できるようにならないといけないんで、うん、まあ、まだまだですね、はい、一つ高松でちょっと湊さんに伺いましたけど、夜の食堂の晩ご飯でご飯と卵焼きだけとか、はい、食べ物がなかったんでまあおかずがちょっと癖ありすぎて、うん、食べれなかったんで、そのご飯と卵焼きだけでも、そのご飯と卵焼きと、まあ、こう野菜とちょっとまあ、まあ、まあでもまあお菓子も食べるんですけど、ね、なんとそのなんか食べ物が結構限られているという話を聞いて、偏食って、まあ、まあ、偏食って好き嫌い多いかなと思うんでそう変わったものちょっと食べれないんで、はい、じゃ米でパワーつけて。そうですね、米で、やっぱ米でしょ、日本人は。日本人は。じゃ米パワーで。米はい。まずじゃあ初日はしっかりというか、まあ、小倉さんとあの松浦さんが3番手で。そうですね、まあ、うん、まあ、メンバーいいですけど、気負いせず、今まで通りいけたらなと思います。まず決勝までまずはいける。まあ、まずは、ちょっと、まあ、うん、目指して頑張ります。はい。ありがとうございます。はい。